ネクストエンターテインメントをリードする家のハイプ N が既存の楽曲とは異なり一層明るい歌で戻ってくる。彼らは11月11日0時公式 SNS を通じて GOTHE ミニアルバムオレンジブラッドのハイライト音源が含まれたプレビュー映像を公開した。映像には MORTR Still NONSTER 遠いオレンジフラワー You come play to me とタイトル曲スウートベルノムの音源の一部がラフな雰囲気の映像とともに盛り込まれている。タイトル曲スイートベルノムは有限さと筆滅性 MORTALIRITY に気づいた少年が全身に毒が広がっても君のそばで耐えることを誓うストーリーを盛り込んだグルービーなベースライン基盤のパンクポップジャンルの曲だ。君の毒は甘く自分が生きていることを実感させるという少年の心をリズミカルに表現した。この曲は韓国語、英語、英国の人気歌手ベラ、ポーチ、ベラ PONARCH、フィーチャリングの3つのバージョンで楽しむことができる。オレンジブラッドにはタイトル曲の他に短い瞬間であっても恐れることなく君を愛し僕たちを守ると誓う R&B ソフトポップジャンルの MORTR 過去の壁を抱えながら苦しむ怪物とその怪物を愛する君を歌ったポップバラード曲スキル NONSTER 感謝とさまざまな前向きな感情をオレンジの花に例えたソフトポップジャンルのオレンジフラワーユーコムプレーテニなど魅力的なメロディーの曲が収録された。オレンジブラッドは幸せと愛の歓喜に満ちた少年が最善を尽くすカルテ、ゲームの愛を誓うストーリーを最も温かいオレンジ色で表現したアルバムだ。 EN-N は前作のフォースミニアルバムDARK ブラッドとは相反する音楽カラーでより多くの人々に親しみやすくなって戻ってくる。一方17日の午後2時 GOTHE ミニアルバムオレンジブラッドをリリースする EN-N は14日にタイトル曲スイートベルノムのミュージックビデオの最初の予告映像を公開する。